ジベルニーは、フランス、ノルマンディ地域圏、ウール圏のコミューン。パリからおよそ7 0キロメートルの距離、セーヌ川とエプト川が合流するベルノンの東5キロメートルに位置する。ノルマンベクサン地方の入り口にあたる。1025年に、初めて地名が現れた時、ラテン語化されたギバーナヤカムであった。これは、ガロローマの地名、ガブリナ役に由来する。 メロビング朝時代に、キリスト教の教区が設置された。聖、ラドゴンド支援の下で、教会が建てられた。863年、シャルル2世は、ジベルニーの所有権は、サンドニル・フェルマン修道院の聖職者にあると認めた11世紀、ジベルニーのフォードと教会は、ルーアンのサントゥアン修道院に戻された。中世には、幾人かの領主が継承するが、ジベルニーは依然として、 修道院に使える状態であった。ハンセン病患者収容施設があったこともある。フランス革命時代、ルロリエ家がジベルニーの土地を獲得した。ルロリエ氏は1791年にジベルニー初代の主長となっている。1883年に画家クロードモネがジベルニーに定住した。モネの家、モネの家は現在美術館として クロードモネ財団によって運営されており、4月から11月まで一般客に開放され、観光地となっている。門にはバラのアーチ、次に長い小道を抜けるとモネ自らが手入れしたクロノールマンの庭園に続く。庭園には季節ごとにモネが愛した色とりどりの花が咲く。家の内部には数多くのモネの作品やモネが系統していた葛飾北斎、歌川広重、 北川歌丸などの浮世絵コレクションが展示されている。庭園の外れにある別館では、モネのアトリエやサロンを見学することができる。さらに奥には、有名な作品のモデルとなった庭園の池には、作品のモデルとなった水蓮が浮かぶモネの池がある。日本庭園風のデザインで作られた太鼓橋も名高い。参照元、INSEE。ありがとうございます。